はい、それでは変更の実況を始めていきたいと思います。初めましての方もそうでない方もよろしくお願いいたします。私恥ずかしながらこのゲームあんまり知らなかったんですけど、なんか映画にもなってるぐらい非常に有名で評価が高い作品らしいですね。はい、なんか台湾の会社が作ったらしくて、その辺もちょっと興味があったので今回やっていきたいと思います。はい、意外と私ガチのホラーって今までやってこなかったんで、もしかしたら絶叫しまくる私が出てくるかもしれませんね。皆さんこれから話すことはとても、早いな。ちょっと字幕早すぎる。ちょっとすいませんね、これ読めないですね、さすがに。寝ちゃったのね。はいはい、わかった。いや、私もね、授業中よく寝たよ。褒められたもんじゃないけど。バイ教官。これ、いつの時代の話かな？これ、台湾の、今はさすがにないでしょ？こんな人がさ、こんないかつめの人が定期的に学校を見回るなんてないよね、さすがに。あ、どうなんだろうな。その辺の文化の違いとかもちょっと気になりますね。イン先生。このリストに見覚えは？リスト？何そのリストって。え？いや、誰か起こしてやれよ。かわいそうだろ。え？いや、ほんとだよ。え？なんか警報出てんじゃん。え？いや、かわいそくね。え、じゃあこの子さ、学校から出れないんじゃないの？そんな時に学校出たら危険だよね。もうすげえ悲しそうな顔してるもん。ほら見てよ、この子。なんかあるの、これ。机にメモが置いてある。手帳に追加。イン先生はどこへ？なるほど。このメモを書いた生徒は、イン先生を心配していたようだ。ここ最近ずっとイン先生は、なんで？病欠って、いや、さっきいたじゃん。え？この子、何日間ここにいるんだよ、じゃあ。え？ここ最近って言ってるけどさ、少なくともじゃあ、この子一週間ぐらいこの教室で居眠りしてたってこと？そんなバカな。代理の先生たちは嫌な感じだし。ああ、だから、イン先生は結構生徒から人気がある先生なんかな？うん。ああ、ここなんか、なるほど。こうか。メロディーは悪くないのだが、よくある愛国主義のプロパガンダみたいな詩がついている。まあ。ってことは、ちょっとこう、昔の時代なのかな？現代ではないよね、さすがに。と思うんだけどな。これは校則ですね。校長、これなんていうのかな？陳慶ってことかな？入学してから初めてのオリエンテーションでしたことは、校訓と校則の暗記。結構厳しめの学校かな、これ。私は結構ね、割と自由な校風のとこしか行ってないからさ、こういう厳しい学校っていうのが雰囲気がわかんないんだよね。誠実たれ。何これ？つつましくかな？硬直たれ、勤勉たれ。そして僕たちはここで学べるのは、チンってのが台湾の発音だとシェンなのかな？はいはいはい。なるほどね。うん。ってことは、これは、こんな感じで、なるほど。昔のクロックタワーみたいな感じかな？こんな感じでこう、矢印でクリックした方に歩くと。ダッシュはなさそうですね。うん。ん？なんか、ちょっと待って、なんか、目のマーク出たよ、今。あ、違うのかな？あ、本人？自分か。外が暗くなってる。うん。早く帰った方がいいって言うけど、なんか台風が来てんでしょ？これ、帰れるか？お前。無理じゃないか？台風警報。歴史の授業中はいい天気だったはずなのに。うん。いやでも君、何日間かいたっぽいからな。いや、とりあえず出るか。結構激しめの雨が降ってんな。ここ入れるっぽいけど、
他に、あ、走ってる走ってる。外は走んのかな？なんかこれ違うのか？これは今いた教室かな？多分。女子トイレ入れるよ、これ。入っていいのかな？あ、さすがに無理か。うん。まあね。硬直タレですからね。硬直でありましょうか。じゃあ男子トイレは入れる。トイレに用はない。本当に？ああ、階段もあるけど、ちょっと待って、じゃあその前に、なんかここ、目のマーク出るからなんかあんのかな？203、203か。203って。ってことはここは2階かな？うん。いいや、とりあえず、ここ入ってみるか。それかこっちは？こっちもあるね。結構広いな、いきなり。いきなり広いぞ。あ、なんかある。教室は怖いくらい静かだ。うん。ていうかもう俺からしたら、誰も起こしてくれなかったっていう、その事実の方が怖いわ。そんとに。いや、めっちゃ怖いんだけど。友達いなさすぎだろ。はい。菩提樹の老木のスケッチ。学校の菩提樹を描いたと思われる古いスケッチ。木の下に人影のようなものがある。うん。なんかさっきの警備員っぽい感じの出立ちですね。なんか帽子かぶっててさ。古いスケッチって、多分じゃあ同じ年代の人が描いたわけではないのかな、じゃあ。まあ、いっか。とりあえずじゃあ、よしとして。広いなぁ。ここ入れんのかな？鍵かかってんのか。ってことは鍵がいる？いや、わかんないな。教室に用があるかどうかわかんないもんね。え、じゃあここもじゃあ、鍵かかってんのかな？あー、そうか。要は、もう時間が時間だから帰らなきゃいけないってことか。ってことは、もう、普通に出口目指した方がいいんだな。多分どこに行こうとしても、そっちじゃねえって言われるんだろうな。多分。だよね。うん。じゃあ多分下に降りるんだろう。なんかあるこれ。え、勝手にパクっていいの？中国本土との戦争に際して、諜報を防ぐため、バイ教官、さっきの人か。あ、これなんか見覚えあるな、この旗。台湾の国旗だっけ？バイ教官は共産主義者や反逆の兆候のある者を密告するよう、怖っ。そういう時代なのか。ああ、だから、言ったらその、共産党と、その台湾政府がもうバッチバチにやり合ってんですね、今。はあ。その辺の時代背景も関係あるのかな。ここでパオさんが時々寝ているって聞いたけど。鍵はかかっている。うん。いや、カオさんがすげえなんか眠り込んでて気づかないだけかもよ。カオさん、僕たちは陰で、カオ、元大佐様。あー、そういうことね。退役軍人だからか。ってことは、一応戦後ではあるのかな？多分。中国共産党の話が出てくるってことは多分そうだよね。開けれるな。開けちゃうか。勝手に上げ先していいのかな？開けちゃおうよ。で、ん？鉄製のウィンチ。蓋に説明書きがある。はい。クランクハンドルが必要。なんでさ、こういうゲームってクランクを欲しがるかな？開くし。焦った。首吊ってのかと思った。服ね。なんか、すごい、ちょっと、虫の音が、私このね、虫の音大嫌いなんですよ。これか、クランクハンドル。近場にあってよかった。あ、よかった。で、なんかあるね。金剛経、なんか聞いたことあんな。なんか、仏教の経典とかだっけ？
わあ、ちょっと、あ、すっげえ蛍光灯に虫がたかってる。うわあ、ちょっとここはちょっともう出たいな。出たいけどいろいろ見たいな。うわあ、もう、音がやばい。汚れた雨がっぱ。何で汚れてんのこれ。なんか汚れ方が尋常じゃないね、これ。血か？なんか血に見えるんだけど。カビか。え、全然使われてないじゃん、じゃあ。え、本当にこの学校って機能してんのか、そもそも。なんかそれが気になってきたよ。本当にあの生徒とかその院先生はいたの？同じ時代に。そこが気になるな。うん。ああ、そうですね。確かに、小学校の頃とかはストーブの周りに集まってみんなで、ね、いろいろ話したりしたよね。まあ、あったかいからさ、冬場はやっぱ、あの周りが。まあ、いや、とりあえず出よう。ちょっと、この虫の羽音は耐えられない。よし、じゃあ、ここで、クランクハンドルを、ああ、そういうことね。こうってことか。よし。え、そんな硬い？よし。なんでシャッター閉まってんだろうな、そもそも。うん。あ、出れんの？普通に。なになに？あ、気のせいか。こうしたら、あ、生徒手帳が出てくるってことか。びっくりした。なんかあんのかと思ったら違うのか。ん？こっち？これなんか体育館かなんかじゃないのこれ。あ、でもここ行くしかないね。しょうがないな。こう、あ、行動か。はいはいはい。あったの、行動。まあ、入りましょうか。私の小学校にも行動ってあったな。ん？なんかいる。なんかあの、魔術列車殺人事件出てくる生きたマリオネットみたいなんだけど。すげえ怖いんだけど。この上の写真はこれは、あれかな？国民党かなんかの人かな？蒋介石とかその辺かな？いや、この子は何？こんなとこで寝て。しかもこの椅子はどっから持ってきたよ。いや、パイプ椅子とかだったらわかるけどさ、普通になんか木の椅子じゃん。どっから持ってきた？え、ちょっと待って、見切れちゃう、見切れちゃう。まあいいや、話しかけんのかな？まあ一応、見ますか。あれ？この人どうしたんだ？眠ってるのか？ねえ、君。生きてる？生きてんのか？あ、そういうこと？そんな距離あんのね。舞台に上がるんだったら、あ、これか。品格って書いてんだけど。なんか昔さ、あの日本でも品格ってさ、あの本で流行ったよね。なんとかの品格みたいな。まあいいや。話しかけてみるか、とりあえず。わざわざそっち回り込むかね。大丈夫？起きて。ここで寝てたら危ない。いや、もう手遅れかもよ。ここは？え？わかんないのか？え？この学校の生徒ではない？もしかして。行動だよ、君。舞台上で寝てたんだよ。お前が言うなって話だけどね。お前ずっと教室にいたじゃん。うん。台風で午後の授業は打ち切りになったんだ。台風？僕もついさっき教室から来たばっかりなんだ。ここで君に会うまで誰とも会わなかった。変だな。どうして私。とにかく帰った方がいい。暗くなってきた。雨もひどくなりそうだし、もう十分ひどいけどね。あ、ネックレスがない。何の話だよ。帰ろうぜ、もう。明日にしよう、もう、そんなんは。私のネックレス、見なかった？いや、知らんがな。そもそも、君のネックレスがどんなんか知らんもん。
初めて会ったのにさ見たよとは言えんよ、よう。そりゃ見てないよっていうか知らないよでしょ、そこは。これ探さなきゃいけないのか。あれがないと帰れない。そんな大事なものをじゃあなくすな。ちょっと待って。うん、もう探してやるよ。まあ確かにまあ、初見の相手にいきなりそんな優しくされたらね、ちょっと戸惑うよね。まあ迷惑ではないけど、全然やるよ。うん。ただ特徴教えてよ、ネックレスの。うん。どんな見た目のネックレスなの？鹿の形をした翡翠が赤い紐で結ばれてるペンダント。もしかしたら盗まれてるかもな。翡翠だし。よし、じゃあ手分けして探そう。うん。っていうか名前聞いとかないとまずくね。いいの？なんか、どっかにあんのかな？いや、正面向かんでもいいやん。なんかこの服とかに入ってたらいいんだけど、ないかな？うん。この辺は？あ、なんか、何これ？これか？あ、なんかある。何かが入っている。でも届かない。ああ。じゃあ届く何かが必要ってこと？ああ。じゃあ、あ、これ。これでしょ。うん。取りましょう。これを使えば、多分そこの、なんか取れるでしょ、きっと。これで、こう。オッケー。お、早っ。もう見つけたよ。なんでこんなとこにあるの、そもそも。それが気になるな。いや、あの子どこでなくしたんだよ。換気扇の奥って。何これ、旗竿っていうのかな？学級機。なんかイメージはわかる。なんか運動会とかで小学校の時に掲げられてた気がするな、そういう旗を。なんもないか。じゃあ一回とりあえずもう、あの子に渡しちゃえばいいのかな？渡しちゃいますか。え、まだ舞台にいる？あ、いるくせえな。おい、見つけたよ。え、降りてんのかい。おい。待ちなさいよ、君。ちょっと、待って。あれ？ちょっと。あ、話せばいいのかな？見つけたよ。いや、もう、それはいいよ。渡してあげなよ。どうして行動の中で眠っていたの？そう、こんな椅子まで出して。それが自分でもわからないの。え？まだちょっとめまいがする。もう見つけてるから。いや、見つけてんだよ。とぼけるなよ、お前も。うん。はい。あったよ。君のネックレスってこれ？そう、これ。よかった、ありがとう。トニー、これからは換気扇の奥に腕突っ込むなよ。どこにあったの？うん、舞台横の倉庫の中で見つけたよ。どうやら誰かが換気口に投げ入れたみたい。なんでそんなことしたんだろうね。え？どうしてそんなところに。いや、知らん。知らんがな。うん。まあ、いっか。見つかったんだし。
雨が強くならないうちに早く帰ろう。そうね。うん。もういいのかな？ネックレス見つけてくれてありがとう。早く帰ろう。うん。いや、悪い奴もいたもんですね。換気口の中に、ネックレスを、人のネックレスを投げ入れるなんて、せめてなんか職員室かなんかにね、持って行ってくれたらよかったんですけどね。はい。うわ、もう雨がこんなに。てか、傘はよ。ないのかな？これ以上ここにいたら危険よ。急がなきゃ。ん？何？この家はかなり昔からここにあるらしい。そんなことどうでもいいわ。主人、今はそんなことどうでもいいよね。早く行きましょう。なんか、これは？違うんかい。もう、反応する範囲が広い。なんかある。何これ。正門の脇にある警備員の詰め所。バイ教官とかあの辺がいるのかな、ここに。ここが学校の出口。うん。じゃあ出ましょう。ん？何これ？え？橋が壊れてる。金田一少年の犯人とかがよくやる手だ。そんな嘘だろ。てか赤すぎない？いやもうこれ羽生田村だよ。これ完全にこれナタッチの血だろ。これ飲んだら死人になっちゃうやつじゃん。これもうまるで死人になってしまう赤い水のようだ。うん。血？いや、君も思ったでしょ、きっと。やめてよ。そんな怒んなくても。いや、あれ見たら誰だって思うでしょ。ごめん、そんなつもりじゃ。一体何が。よし、一旦落ち着いて考えてみよう。こんなことになるのは何か理由があるはず。いや、考えたところでさ、この皮が赤くなる理由とかわかるかね？わかるかな？三人寄って文字の知恵なんでしょ？二人しかないよ。うん。ただのダクルならこんな色にはならないし。そうだ。多分こういうことだよ。上流にはいくつか工場がある。そこの奴らが台風の土砂に紛れて化学廃棄物を川に流してるのかもしれない。悪いな。いやもうここの人たちみんな悪すぎない？ネックレスを換気口に投げ入れたりさ、その産業廃棄物をなんかやったりさ。納得するかなこの子。大人たちが噂してるのを聞いたことがあるんだ。ならそうかもね。まあちょっと無理やりちょっと納得しようとしてるけどね。うん。そうだね。これここしかないの？他にないの？橋っていうかその町に降りる方法は。学校の構造よ。いやもうちょっとリスク想定しなさいよそれ。今そんな問題じゃないよ。もっとしっかり整備してもらわないとって、それ今言ったところでだよ。とりあえず学校に戻りがないかもしれない。こんなとこで雨に打たれていても何も解決しないしね。そうね。大丈夫。たかが台風、雨風をやり過ごせるくらいの備蓄は学校にあるはず。うん、しっかりしてるのね。あなたなら信頼できそう。前向きに考えようとしてるだけだよ。なんかそろそろ名乗れよ。じゃあ戻りましょう。いや、名乗ろうよ、そろそろ。うん。はぁ、濡れ
るし疲れるし今日はついてないな。ついてないどころの話じゃないけどなこれ。まあでもこの子がね学校にいただけでもだいぶラッキーでしょ。今はしっかり休まないと学校で夜を明かすことになりそうだから。うん、っていうか服、そっか、まあ服さすがに脱げないか。脱げないわな。本当だったらちょっとね乾かしたいとこですけどね。あ、そうだ、ネックレス見つけてくれたことまだちゃんとお礼言ってなかったわ。私はファン・レイシン、イン先生のクラスの3年生よ。レイって呼んで。え、じゃあ同じ、あ違う、イン先生は歴史の先生でもあるから、もしかしたらその担任としては3年の担任なんだけど、その2年とか1年の歴史の授業も持ってんのかもね。うん、あなたは何年生？上級生だったんですね。先輩、僕はウェイ・チャンティンと申します。すっげえ改まってる。いやもういいだろそこは。うん、そんなかしこまる必要はないわ。なんだか落ち着かないからレイって呼んでいいわよ。僕たちはあまり3年の校舎に行く機会がありませんが、厳しい環境だと聞きました。勉強漬けて休む暇もないって本当ですか？まあ、気になるわね。ちょっとこう、ね、怖いもんね。なんか、そこまでひどくないわよ。自分がしたいことをしてる人もちゃんと中にはいる。うん。でも多分、それは、こう、要領がいいんだよ。こう、勉強とかもね、こう、実はちゃんとやってんですよ、そういう人はね。もうすぐ、卒業ですよね。いいな、毎日、グオフォン？何それ？グオフォンって。グオフォンを見なくてよくなる。そんなに見たくないの？ああ、倍強。そんなあだ名なんだ。え、そんな嫌なんだ、やっぱ。まあ、さすがあんないかつい人がね、ずーっとこう見回って来られたら、そりゃ嫌だわな。うん。あ、相当怖い人ですね、きっと。そんな呼び方する勇気はないわって。多分この人も、面と向かってグオフォンとは言ってないよ、きっと。ああ、だから、そういうことか。退役軍人で、まあまあ、そういう噂があるのね。うん。まあでも、きっとね、バイ教官もね、まあやりたくてやったわけじゃないかもしれないよ。戦争ってのはやっぱね、そういうもんなんですよ、どうしても。戦争に行くとやっぱりね、まあ、私はそう、わかんないですよ、もちろん。わかんないけど、やっぱ、怖くなるんだよ。なんか向かってくるものすべてが敵に見えてくるから、やっぱりその、自分を守るためには、もう誰から構わずやっぱやってしまうっていうのは、やっぱ一番の防衛手段になるかなって、私はやっぱそう思っちゃうな。うん、だから、まあ、たとえその山ほど殺してしまったとしても、それは、なんていうの、一面ではしょうがないっていうところはあると思うよ、それは。うん。うん。僕だって本人の前では言えませんよ。みんなあの人の存在自体に怯えていて、できる限り彼とは顔を合わせないようにしてるんです。いやでもそれはね、もしかしたらバイ教官は寂しいかもよ。すっごい子供好きかもしんないじゃん。で、こういうところに勤めるってことはさ、なんかこう、きっとね、なんか罪滅ぼしというか、なんかそういう思いもあるんじゃないかな。こうやってしまったから、せめて、こう、未来を担う、こう、子供たちを、こう、育てよう、みたいな。そういう思いもあるんじゃないかな。うん。何これ？モノマネ？えへんって。おい、貴様、そこに直れ。なぜ私から隠れる？さては、憎き共産党のスパイか。あ、じゃあ、バイ先生はそういう人か。あ、じゃあ、もう、同情の余地はないね。いや、わかんないけどね。わかんないけど、まあ、ちょっと、だいぶ、まあ、5割減ぐらいになったかな。同情の気持ちは。いや、いるよね。そういう、なんか、先生の真似をする人です。また、それがね、やたらクオリティが高いっていうね。うん。女子でそれが上手すぎるってすごくない？バイ教官って男だよね、だって。うん。とにかく頑張りなさいよ。来年は君が卒業するんだから。ああ、気が重いな。まあ、特にお前はね、友達がいないらしいからさ、気が重いだろうよ、そりゃ。ところで、これからのことですが、
僕は校長室へ行って、電話で誰かを助けに、電話で、噛みすぎだよ。電話で誰かに助けを呼べるか確認してきます。それから倉庫からストーブを、保健室から毛布を持ってきます。やっぱしっかりしてるな、この子は。それだけあれば、夜を明かせるでしょう。それが良さそうね。私は何を運んだらいい？それには及びません。あなたはここで休んでて大丈夫です。男の僕に任せてください。そうだよね。多分この時代ってやっぱこう、結構女性の社会進出とかそういうところが、やっぱ世界的にもね、トレンドだったと思うんで、まあ男の僕にっていうのはやっぱ女性からしたら、ん？ってなるよね、やっぱり。私をただの甘やかされた小娘だと思わないで。その辺の男子よりは、しっかりしてるつもりなんだから。すいません、そんなつもりじゃ。別に謝らなくてもいいよ。私のためを思っていたんでしょ。じゃあこうしましょうか。まず僕が電話かけてくるからその後一緒に必要なものを取りに行く。どうです？いいんじゃない？私はここで待ってる。暗くなってきたから早く戻ってきてね。オッケー。じゃあ、電話かけに行きゃいいんですね。校長室って、下だっけ？暗っ！うわ、もうここ入れないじゃん。あの、左の扉。校長室、多分、あの、ちょっとひときわ豪華な扉があった気がする。ちょっと待って、なに？なんだ？ちょっと待って。どうなったの？あれ？いや、明らかになんか、世界が変わったんですけど。え？いや、お前、平然としてるけどさ、わかってる状況。あれ？てか、どこに行きゃいいんだ？ここじゃないのか。どこにも降りれないから。あれ？ちょっと待って、すっげえなんか不安になってきた。あれ？どこ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 に行きゃいいんだ？入れるとこ。とりあえずもうこっち行くしかないのか。消えましたけど。あれ？校内に響く彼の足音に、私の不安が呼び起こされた。レイちゃんかな？主人公交代表として。現実が色あせ、静かに時が止まる。私は、興味に閉じ込められた。いや、どういう状況？これさっきの子だよね。そうだよね、さっきの子だよね、これ。どうなってるの？さっきまで俺が操作してた。え？突然すぎませんか？どうして？ついさっきまで元気だったのに。そんな、まだ知り合ったばかりなのに。そういう問題じゃなくない？お前冷静すぎないか？そんな感情抱けないよ、俺。悪い夢だと言って。てか、また、なんか行動にいたよね、今。落ち着くのよ、レイ。深呼吸して。舞台に手帳が落ちている。
この子の手帳かな？今まで集めた。ウェイ君の。ウェイ君誰にやられたんだよ、これ。彼は時々これに目を通していた。これを見たら状況がわかるかも。